箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が定食、永田光輝でございます。神道はお数珠はいりますか？実はですね、今ですね、熊本市西区からご来店いただきましてですね、奥様用のパール調のお数珠ですね、これ可愛いでしょ、これハイザープライという人気、一番人気の色さですね、とこれは女性用のこのピンクですね、これ蝶貝でございます。ご注文いただきました、誠にありがとうございます。でこのお客様がですね、仏屋さんって今度10日親戚ばってね、朝の方の神道のお葬式に行かなんかんしれんときは、そのときは数珠は一等だろうかってご注文、ご相談でございました。で、はい、実は神道は数珠は使わないんですよね。神道、キリスト教は大体基本的には数珠は使いませんと。ただし、いざ行ってみるとみんな数珠持ってたりするんですよね、意外と行けば。ですからやっぱ持って行ったら無難でしょうと。で、皆さんこう見てしてらっしゃらなければしなくてもいいし、皆さんが持ってるようやったら使った方がいいですよと。やっぱこれはやっぱりもうその地域地域でと違いますからですね、全国的なあれとはまた違ったりしますので、その地域地域でですね、皆さん持ってたりするんですよね。ですから神道の場合でもどうぞお数珠は持っていかれた、ハンドバッグにですね、やっぱり一つこうやって忍ばせて持っていかれたらいかがですかという話をいたしました。はい。で、やっぱですね、この地域実況と違います。キリスト教も実はですね、数珠は使いません。やっぱお数珠念珠はですね、仏教が大体は多いです。はい、以上、ここまでですね、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。